平面駐車場立体駐車場二輪車用、駐車場駐車場とは、車両を駐車するための場所。パーキングとも略される。用途によって、一般公共用と特定利用者の保管用に、対別できる。なお、自転車などを止める場所は駐輪場と呼ぶ。転車台が設置された、立体駐車場地下立体駐車場時間貸しと、月決め駐車場には、 無料駐車場と有料駐車場がある。有料駐車場を使用する場合の駐車場使用契約を結ぶ際に使われる一般的な契約方法を挙げておく。なお、駐車場の中には長期にわたる駐車場使用契約者の使用区画と一時的使用に用いられる区画と同一敷地内に設置してある場合もある。日本の駐車政策は駐車は路外にという基本原則と 都市の再開発の観点から整備されてきた。日本では1957年に駐車都心部は駐車場の絶対数不足による駐車場問題が深刻化し、駐車場ビルや道路や新築建築物への地下駐車場化が増加している。駐車場法では一般公共用の駐車場について設置場所によって分類している。路上駐車場地は 都市計画法で定める都市計画区域内に駐車場整備地区を指定し駐車場法で定める駐車場整備計画を策定することができる略式表示の P は駐車場の英語表記パーキングロットの略である店舗等では利用者に対して不知義務駐車場を無料で貸す場合もあるが一般には用無地に駐車場がない場合などには別に一時的に駐車するスペースを 時間が死する場合が多い。都市部においては、建物の縁義務駐車場や、パーキングメーターなどに加えて、違法な路上駐車を防ぐ目的で簡易な、路外駐車場として増やす動きもある。広さ的に、住宅、建物を建てるのに不向きな土地、ないしは、広さは十分だが、用途を不確定にしている土地を駐車場に当てる場合も、ある。この場合は、駐車場経営について、 専門家ではない地主が大手駐車場経営会社に運営を委託することが多い。駐車場法によると、名称、管理者の氏名及び住所、供用時間、駐車料金に関する事項などを管理規定に定め、供用開始後10日以内に都道府県知事に届け出なければならないとされている。各自治体では駐車場整備計画を連動させ、駐車場条例として運用している。 日本においては2006年6月、大阪府をはじめとする西日本及び中部地方の一部では民間駐車場のことをモータープールと呼ぶがあくまでも和製英語である。言語のモータープールには駐車場の意味はなく、アメリカ軍などの軍用車部隊や艦長の公用車の待機所、または部隊を指す言葉で、現在でも米軍施設や自衛隊ではこちらが用いられており、 日本各地に存在する。公共施設等には歩行困難者向けの駐車スペースが用意されていることがある。フランスのパリではかつて路上駐車に対して全く制限がなかったため道路混雑が深刻化していた。そこで幹線道路の地下に路外駐車場を整備して、幹線道路上は駐停車禁止とし、従来駐車されていたレーンはバス路線がある場合にはバスレーン。 それ以外の道路では自転車道として整備された。非幹線道路ではパーキングメーターによる道路利用の有料化が実施されている。集合住宅の駐車場、自動二輪車用はカーポート、小建て住宅の駐車場自家用立体駐車場多くの国では自動車を所有する場合、家庭用の自動車と外来用の自動車の駐車スペースを確保することは持ち家の責任であり、 駐車スペースを自宅の敷地内に用意することが基本と考えられている。日本のように車庫法が整備されている例もあるが、そのような事例は多くはない。駐車するための設備や建物は車庫あるいはガレージと呼ばれ、また簡単な柱と屋根を設けたものはカーポートなどとも呼ばれる。日本では1962年に 自動車の保管場所の確保等に関する法律が制定されており、車両を保有する者は車の保管場所を確保することが義務付けられている。アパートなどの住民や企業の自家用、従業員用などのいわゆる自家用の駐車場に対しては車両を公道に駐車させないことを目的にした自動車の保管場所の確保等に関する法律が適用される。この法律においては 自動車の保管場所という用語が用いられる。シアトルなど欧米の都市では、レジデンシャルパーミットが採用されることがある。レジデンシャルパーミットとは、主に住宅地で、路上駐車の制限的許可と有料化を行うシステムである。レジデンシャルパーミットの対象地域では、住民や勤務者は年間使用料を支払えば、自動車に専用のステッカーを貼ることで、路上駐車することができる。 また、レジデンシャルパーミットの対象地域への外来者は、一定時間に限って路上駐車が認められたり、駐車のためパーキングメーターの利用が求められる。ありがとうございます。